成長チートで何でもできるようになったが、無職だけはやめられないようです。星さん、異世界転生した主人公は転生特典部屋で神から経験値効率40倍と、ダメ神から間違えて成長速度40倍のスキルを2つもらう。それによって成長速度が400倍になった主人公が、その世界では無職からスタートして無職レベル5になったら他の好きな基本職にジョブチェンジする。無職は一度変更したら無職には戻れない、という世界だったので、ご都合により誰も無職を育てなかったが、主人公はチート経験値効率だったので無職を育てたら FF5 のすっぴんみたいに、他のジョブも鍛えられるし、他のジョブのスキル付け替え放題という経験値効率がクソ良い主人公だからこそできる無職チートによって、ハーレムを拡張しつつ水戸黄門をするというシナリオ。この漫画はメインヒロインに獣人族の奴隷のメスを買うとかシナリオラインが異世界迷宮でハーレムをのインスパイア作品であり、獣人の奴隷をハーレム候補にするところだったり、獣人の基本性格設定や、ジョブを付け替えられるところとか全部一緒。そこに FF5 のすっぴんシステムを入れ込んだ。ここからネタバレ。もう一人の迷惑ユニークジョブを持って生まれたもう一人のヒロイン候補の二人がメインヒロインなのだが、もう一人のヒロインが意地らしい性格をしててツクス系、メインヒロインは天然でツクス系と、ノンケの人族のオス好みの、クソ激烈にオスにとっていい女を表現するシナリオ作りだったり、そのいい女がなぜ主人公に惚れるのかの理由の描き方とかがクソ上手で、リア充爆発しろと思えるようなディモールとベネなシナリオが特徴であり、基本システムはコツペだが、見せ方が違うのでとても面白い。とにかくヒロイン二人がクソ激烈に可愛いし、いい感じの性格設定しておりとても面白い嫉妬渦巻く漫画。